はい、皆さんこんにちは、ワナレグリビジです。今回はギレンの野望チューン独立戦争期連邦軍編、まだ見れていないムービーの31番と34番を見ていこうという企画の続きをプレイしていきたいと思います。その見れていないムービーを見る条件がエルラン中将の中成長をしっかり上げてですね、かつホワイトベース隊が解散している、これが条件だったんですが、今のところまだムービーリストが埋まっていないです。ただ完全攻略した後に埋まるというアドバイスもいただきましたので、このまま続きをプレイしていきます。エルラン中将なんですが、ティアンムが前回ビグザムの攻撃によって死亡してしまったので、代わりに第二艦隊を率いてもらっています。ただこれはですね、完全に、おとりというか当て馬というかですね、この後のバオア空戦で先陣に立ってもらって、ここで進行ルートを表示します。ソーラレイの標的になってもらおうというね、そういうちょっとかわいそうな作戦にはなっています。攻略作戦案を設定してください。アーバークエはソロモンからとオデッサ、アフリカ、上空、それぞれですね、ルートを設定して進行していきましょう。では、作戦開始です。まずはエルラン中将に先行してもらって、ソーラレイを受けてもらいます。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。我が軍はこれより、バオア空攻略作戦を開始する。ジオン軍の最終防衛拠点であるこの要塞を攻略することができれば、ジオン本土は我々の前にその姿を晒すのだ。諸君らの健闘に期待する。緊急事態です。ジオン軍の機関グレードデギンが和平交渉のため投降してきました。グレードデギンが来ましたね。グレードデギンだと、ここで和平交渉をして、デギン皇がゲームを終わらせてしまうと最後までいかないので、ここはですね、無視しましょう。和平交渉応じるべきだろうか。応じないという選択肢です。いや、ジオンは徹底的に叩く必要がある。デギン皇后には申し訳ないが、ここは断るべきだろうな。レビル将軍、ジオンの新兵器ソーラレイの正体が判明しました。ソーラレイとはコロニーを利用した超巨大レーザー兵器のことです。この空域は狙われています。全軍に伝えよう。この空域から急速離脱する。我が軍の被害は甚大です。ソーラレイの攻撃によってア・バオア空攻撃部隊の約 30% に被害が出ています。またグレートデギンもこの攻撃で撃沈したようです。ア・バオア空を前にしてギレンめ。ア・バオア空に部隊が到着しました。ではアバオア空中域に部隊が到着していますので、攻略戦を始めていきたいと思います。主力はやっぱりレベル将軍の部隊になりますね。まだ残念ながらアムロにですね、 G3 ガンダムや、アレックスなんかはですね、配備できていないので、ここは慎重に進めていきたいと思います。攻略戦を開始します。前回アムロ突出しすぎてガンダムに乗った状態で撃破、撃墜されてますからね、少し慎重に進めていきましょう。であとですね、アバワクーに先行していたエルラン中将はですね、敗退もちろんしてしまったんですが、その勇気ある行為に大将へと昇進を果たしています。では本格的にアバワクー戦を始めていきましょう。
敵部隊がマックス106ということなので、単純な部隊数で言えば、まあ、我々よりも多いですが、まあ、防衛部隊なんかのいうことを考えると戦力的にはややこちらが有利かなというふうに思っています。モビルスーツ隊もすでに展開してるな。では進めていきましょう。あ、バオア空戦、本格的なジオン軍との交戦状態に入りました。まあ、序盤でね、あまり消耗しすぎると戦いがきつくなるので、アムロは後方に控えましょうと言ってたんですが、すでに最前線一番前を行ってもらってます。ペガサス級、あとはマゼランも失わないように戦っていきましょう。ここまでは、まあ、順調と言えると思いますが、まあ、アムロをはじめペガサス級やマゼラン、まあ、特にモビルスーツが搭載できる後期型、それにガンダムタイプは失わないように、ね、やっていける。お、ガトーがいたね。ガトーを出しました。このあたりしっかり制御しながら戦っていきましょう。で、この後、ちょっと気の早い話にはなりますが、まあ、すぐにでもグラナダ攻略戦が発動できると思いますので、戦力的にはですね、まあ、多少消耗したとしてもユニットを失わないようにだけはしましょう。ユニットを失わなければ、補充でね、すぐさま戦力の回復ができると思いますので、まずはそういう状況をね、目指していきたいと思います。ヤザンですね。ジオンの方はザク2回まで開発が終わって、すぐに戦場に出てきている、まあそういう状況に向けられます。ゲルググも量産型出てきてますね。プロトガンダム、ちょっとパイロット乗せ忘れて撃破されてしまいましたが、まあ、プロトガンダムからすでに、ガンダムの、まあ、一部量産って言ったらいいのかな。数はそれなりにガンダムも揃ってきています。で、G3 ガンダムは今開発中、アレックスも開発イベントが始まりそうというところまで来てますので、ガンダムタイプはエース、特にパイロット乗りには優先的に配備をしていこうかなと思います。ゲルグはね、やっぱり強いですね。このゲルグに、まあ、どれだけ消耗せずに倒していけるかっていうのが、ちょっとポイントになりそうです。敵の基地中心部にだいぶ迫ってきました。味方の損害は、まあ、1割ちょっと、まあ、1割強っていうところですかね。20%、2割は損失してないと思いますので、まあ、割とすぐ戦力を立て直して、グラナダ、そして、ジオン本土、サイド3への進行が可能かなと思います。まあ、まだね、油断ならない状況なので、最後まで、この、バオア空戦をやりきってですね、次の作戦に備えていきたいと思います。どうやら突入してから1ターンで、このアーバーワクの制圧を完了しそうですね。今アタッカーが攻撃を仕掛けているものが全部敵を撃破できれば、このアーバーワク戦終われるとで、ちょっと見守っていきたいと思います。今のところ全機撃破しますね。トワニングもミサイも撃沈。リクドもツボ、まあ、ツバイなのかな。これも撃破。ザク2回もマチルダさんが仕留めています。そして、敵部隊沈黙、脱出、誰かしようとしてはかな、敵基地の制圧に成功しました。HLBですね。
我が軍の勝利です。です。1ターンで撃破完了です。先ほどお話した通り、まあおそらく損害は2割には、達してないかなと思います。ようやくア・バオア空が落ちたようだ。最終防衛拠点を失ったジオンに抗戦を続けるだけの戦力は残されていまい。間もなく戦争は終わるな。だがそう簡単にいくとは思えんな。相手はあのギレンだ。徹底抗戦の意志は崩すまい。将軍はジオンがまだ戦争を続けるとそう思っているのかね。いささか考えすぎではないかな。レビル将軍、ジオン本国のギレン総帥から通信です。早速来たな。ジオン本国に回線をつないでくれ。了解しました。私はジオン公国軍総帥ギレン・ザビである。我々には最重点を完了したソーラレイを再び発射させる用意がある。もしこのまま戦いが継続するのなら再度の発射も辞さない。これ以上の戦いは両国にとって無益だと思わんか。兵を引いてもらおう。残念だがそのような脅迫に応じることはできんな。だがジオンが和平を望むのなら交渉に応じることはできる。和平だと？アバオア空を落としたくないでいい気になるなよ。貴様らが兵を引かぬのならソーラレイで焼き尽くしてくれる。話し合いの余地はないようだな。ジオンは最終防衛拠点ア・バオア空を失っても徹底抗戦の意志を崩さなかった。最重点を完了させたソーラレイとジオン本国とグラナダに集結するジオンの精鋭部隊がレヴィル将軍率いる連邦軍を迎え撃つ。戦いは終局を迎えようとしていた。全軍に次ぐ。これより我が軍はジオン本土に対する最終作戦を開始する。ジオンに残された戦力は決して多くない。しかしジオンとて必死で抗戦してくるはずだ。この戦いには必ず勝たねばならない。我々の戦いに人類すべての命運がかかっているのだ。連邦の勝利をより確実なものにするためにも諸君らの健闘を期待する。以上。はい、グラナダ攻略戦が諜報部より報告書が届いています。ご覧になりますか。では、戦力を整えてですね、早速グラナダ攻略戦へと向かっていきたいと思います。